こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャービットを始めていきたいと思います。12月4週か。練習試合ですね。いよいよ11年目最後の週となります。先週データご覧の通りですね、なかなかミスが出ない、成長がねそんなにない。これでもよく頑張っている方ではありますね。まあ選手をうまくやりくりしながら、強くしながらっていうとこですかね。そこでサクスサンダーボルトとやりましょうよ、練習試合。メンバーで行ってみたいと思います。課題をいっぱいいただきましょう。練習試合はですね、前後半ありません。45分で終わりです。公式戦のような緊張感はないんですが、その分成長したいっていうところですね。成長ための試合となっておりますが、おっと、危なかった。ちょっと目を離すとこうだ。課題もらいやすくなりますからね、その分。ユーナを止めにかかったが、ファール。お、これいい。センタリング入ってます。危なかった。バックパスで戻します。おお。このインターセプトは怖い。学びナイスカット。まあパワーアップの資源を取りに行くっていうのも大事ですからね。右にずれてしまったシュート。危ない危ない。一回ですね、前衛芝居でもやりたいですね。危ない、コーナーキックになってしまいました。おーっと、入らない。相手も決め手をかけますね。疲れが溜まってきたかな。課題いただく数は練習試合も公式戦も一緒ですからね、なるべく疲れとかありますけど練習試合はこなしていきたいが。危ないな、イエローカード。イコマ、もうほとんど時間がないです。最後のチャンスでしょう。あー、決められない。スパレスドローとなりましたね。このシーンすごい危なかった。これも危なかったな。これも危ないシーンばっかりでしたね。
チャンスを最後に得るんですが、それを生かしきれず。内容では圧倒された感じですかね。運が良かっただけ。さあ、これで。じゃあ勝ち抜いたら世界に行けるってことですね。参加制覇するとエンディングです。まあ、といっても特に今回も候補ではないんですけどね。日程はまだ発表されていません。まずですね、これは女性限定なんで、女子選手限定なので、いい女子選手がないかどうか探します。女子選手ほんと少ないんですよね、数がね。なのでテンションが、ポテンシャルが落ちたら入れ替えるっていうのはなかなかしにくいところです。いませんよね。なので今ある選手をポテンシャル関係なく育てていくしかないっていう状況ですね。その練習試合どうしようかな。イーダビスタ、今度はキーパーハルカにしましょう。レベルが全然違うな。まあ勝って当然の試合と言えるでしょうね。つまりトップクラスはよっぽど強い。引き抜きとかも考えないといけないけど、多分他のチームには女子選手全然おらんからな。おっと、いい流れだったが出たね。出てしまってます。お、最後、ナイスインターセプト。ここでつなげるか。ユナ選手点。去年はなんとか2位を確保しましたが、苦労した1年でした。12年目突入です。お、中川だ。クリアです。お、玉井すごいな。ファールか。緑が蹴ります。フォワードなんで一気に前に動きますね。ん？何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 ？バックパス。やばい。あー、行ってしまった。同点に追いつかれます。まさかね。ガラキになるとは。まずいです。これは少しメンバー落としてるとはいえ、 B2 で能力値もそんな強くない相手に勝てないとなるとつらいですね。これは危ぶまれます。ファールか。焦りも出てきましたね。タナナスタートかな。12年目はユーナ。
おっと硬いブロック敵守備のディフェンスが硬いですね。マンツーマンですね。ん？これはコーナーキックか。おお、もう一回いくかな。ゴールキックになります。さあもうほとんど時間がない。終わりかな。お、これはキャッチされて試合終了です。うん、結局最初こそあのユーナがこう中割ってしっかり決めてくれたんですが、その後がいけなかった。それからほぼ防戦一方でしたので、ね、玉へのこの当たりの強さ、その玉へが、完全に隙を、完全に守備が戻りきれませんでした。前に出すぎてますね。決められてしまった。とにかくリダビスタ、玉井という選手が強いのか。まあ、女子選手がいないとスカートもできませんからね、チームの。ボールを支配率は高かったんですが、あんまり笑えなかったもん、意外と辛いな。だポテンシャルの関係から育てていくっていうのはね、ない。こういう安い選手買って育てていくってことはなかなかしにくいですからね。中心にやって開幕に備えたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。